今回はあなたの現実を揺るがすとても興味深いお話をお届けいたします。ちょっと想像してみてください。もし今いるこの世界とは全く異なるもう一つの世界が同時に存在しているとしたら、そしてその世界へ自由に移動できるとしたら、あなたはどんな世界に行きたいですか？そんな話ありえるの？そう思った方もいるかもしれませんね。でも現実には常識では考えられないような体験をしている人たちがいるんです。そんなエピソードを一つご紹介しましょう。これは運転中に異次元に迷い込んだ H さんという方のお話です。ある日 H さんは友人とドライブを楽しんでいました。ところがナビに従っているうちに H さんたちは山道に迷い込んでしまいました。不安を感じながら未舗装の細い道を進んでいくと、突如として信じられない光景が広がりました。古い民家、段々畑、稲が実る田んぼ、柿の木、夕日に輝く景色、そこではカゴを背負ったおばあさんが栗拾いをしていました。そう、まるで昔話の世界に迷い込んだかのような世界がそこには広がっていたのです。その光景に見とれていると、友人が突然引き返そうと言い出しました。そこで車を U ターンさせ元来た道を戻っていると、友人はこう切り出しました。おかしいよ、今は6月なのに秋の風景だし、まだ午前中なのに夕日が見えるなんて。この不思議な体験、単なる思い違いだったのでしょうか。後日テレビ番組がこの謎に迫りました。驚くべきことに、現地には実際に集落が存在し、昔を知るおじいさんは若い頃はこんな感じだったと証言したのです。さらに集落の人が見せてくれた昭和30年頃の航空写真は、 H さんたちの記憶している田畑の配置と一致していました。もちろんこの体験を科学的に証明することはできません。通常であれば妄想や錯覚として笑い話で片付けられてしまうでしょう。でも本当にそうなのでしょうか。私たちが普段見ている世界とは別の世界がすぐそこに広がっているという可能性は考えられないでしょうか。実際最新の宇宙物理学や量子物理学の研究では、パラレルワールドの存在が真剣に議論されています。そう、これはもはや SF の世界だけの話ではないのです。登録者10万人の YouTube チャンネルを運営し、なぜ人は生まれてきたのか、真理とは何かというテーマを追求している雨野日穂子さん。彼はこうした不思議な体験をした人々を直接取材する中で、パラレルの存在を確信しました。そしてこう考えるようになりました。人間は誰もがパラレルシフトできる可能性がある。あなたは一つの現実だけしかないと思っているかもしれません。でも実は今この瞬間にも無数のパラレルワールドが存在しているのです。そして私たちはその中から自由に好きな世界を選んで移動することができるのです。もちろんあなたの願いが叶った世界だってちゃんと存在しています。パラレルシフトとは、望む世界に軽やかに移行していく生き方のこと。恐れや不安から解放され、願いが叶っている世界へと誰でも自由に飛び移ることができるのです。今回の動画ではそんなパラレルシフトを起こす具体的な方法をお伝えしていきます。リラックスして最後までお楽しみください。皆さんごきげんよう、幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは様々な本を紹介しながら、今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回ご紹介する本はパラレルシフトです。著者の雨野日穂子さんは30年以上にわたり塾経営者として教育の道を歩んできました。そんな日穂子さんが情報発信や執筆を始めたきっかけ、それは生まれてきた意味を知りたいという子供の頃から抱いていた深い疑問でした。
その答えを探し求め、小学6年生の時にはお年玉で聖書を買って読みふけったほど。大学では哲学を専攻しましたが、それでも満足のいく答えは見つからず、その後も独自の探求を続けてきました。そしてそれらを動画でシェアするようになったのが YouTube を始めた理由でした。初回の動画の再生数は230万回を突破、現在登録者は10万人以上を超え、多くの人々に支持されています。本書ではそんな雨野日穂子さん自身の望む現実を歩んできた秘密が明かされるだけでなく、パラレルワールドの仕組みやパラレルを移行する実践的な方法が具体的に分かりやすく解説されています。今回は本書の中から望むパラレルに移動するヒントを、パラレルシフトの仕組み、そしてパラレルシフトの実践法という2つの流れに分けてご紹介していきます。1. パラレルシフトの仕組み。 2. パラレルシフトを成功させる方法。 1. パラレルシフトの仕組み。皆さん、こんな経験はありませんか？もしあの時違う選択をしていたら、別の人生を歩んでいたかもしれない。実はそのもしもの世界が本当に存在しているかもしれないのです。これがパラレルワールドです。私たちの宇宙は多次元構造になっていて、今この瞬間も無数の平行世界が存在しているのです。この考え方を裏付けるのが、アメリカの物理学者ヒュー・エベレットが提唱した多世界解釈。この理論によれば、私たちが存在する世界は無数のパラレルワールドの一つに過ぎないのです。つまり、あなたが今いる世界は無限の可能性の中のたった一つの選択に過ぎません。他の世界もこの瞬間に存在していて、あなたが望めば自由に選び取ることができるのです。日穂子さんはこの考え方を飛び石に例えています。皆さんも日本庭園や川辺で飛び石を見かけたことはありませんか？パラレルシフトはこの石を渡って進むことに似ています。しかし、現実の飛び石が一本の道に沿って並んでいるのとは異なり、見えない世界では無数の石が時空を超えてランダムに広がっています。あなたは隣の石に飛び移ることもできれば、遠くの石に飛ぶこともできます。ただし、近くの飛び石に移るのは簡単ですが、遠くの飛び石になると飛び乗るのが少し難しくなります。そんな風にあなたはどの石に飛ぶかを自由に選んで進むことができるのです。例えばこんな場面を想像してみてください。あなたは大切な資格試験を控えています。今日は勉強しようか、それともサボってしまおうか。そう迷った末に、合格への強い思いから勉強するという飛び石を選んだとします。するとあなたは勉強するというパラレルワールドを選んだことになります。この選択は合格する未来へとつながります。ですが、選ばなかったサボるという石や不合格になるパラレルワールドも確かに存在しているのです。パラレルワールドは無限に広がっており、あなたはその中の一つを常に選んでいます。そして一つ選ぶごとに次の飛び石が現れ、それが次の未来への道筋を作るのです。でも、ここまで聞いてこんな疑問が湧いてきた方もいるかもしれません。願望実現や理想の未来を叶えていくという点では、引き寄せと同じでは？でも、引き寄せとパラレルシフトは似ているようで違うんです。引き寄せるとは、何かをこちらに手繰り寄せようとすること。一方で、パラレルシフトは自ら望む世界へ飛ぶという感覚です。引き寄せの場合、願いの大きさによって引き寄せやすさが変わってしまいます。小さな希望は簡単に引き寄せられることが多いのですが、大きな願望になるとなかなか実現しないことがあります。これは私たちの心の中にある、それを引き寄せるのは難しいというブロックに引っかかりやすいからです。しかし、パラレルシフトの場合は、世界線を飛び移る感覚を身につけることで、もっと柔軟に何度でもチャレンジできます。少しずつ近くの飛び石に飛び移るように、目標に向かって確実に前進できるのです。
結果として大きな願望も自然に叶っているという状況が生まれるのです。そんなわけで理想の人生を歩むためにはぜひともパラレルシフトをマスターしたいところですが、ひほこさんによるとそのためには一つ重要なことがあります。それは新しい世界観の確立です。こう聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はとてもシンプル。これまで常識だと思い込んでいたものを見直し、自分の捉え方を変えるのです。例えば時間、多くの人は時間が過去から未来へと一方向に流れていると思っていますよね。でも実は違います。時間は今という瞬間の連続でしかありません。事実、現代物理学のトップランナーと言われ、大学で量子重力理論の研究チームを率いるカルロ・ロベッリはこう述べています。物理学的に言えば時間は存在しない、また時間は過去から未来へと流れるわけでもない。量子の性質を研究し尽くした彼がこう断言しているのは非常に衝撃的ですよね。私たちは幼い頃から時間に縛られて生きてきました。時計を見ながら一日のスケジュールをこなすことが当たり前となり、時間が過去から未来へと流れるものという固定観念に縛られています。しかし、もしあなたが望む世界線にシフトしたいと願うなら、この時間感覚は足かせとなります。時間が直線的に流れていると信じ込み、一つの未来しか選べないと錯覚している限り、今この瞬間に集中することが難しくなってしまうのです。逆に時間の捉え方を変えると、驚くほど自由に、そしてもっと簡単に自分の望む未来へ飛ぶことができるんです。でも今まで信じてきた常識を変えるのって難しそう、そう思う方もいるでしょう。でも安心してください。私たちの脳は想像以上に柔軟なんです。ここで本書から興味深い実験の話をご紹介しましょう。その名も逆さメガネ実験。この実験では上下が逆に見える特殊なメガネをかけて生活するのですが、最初はとても不便に感じます。しかし数日もすると脳が逆さの世界に適応し、普通に見えるようになってしまうのです。これは脳が状況に合わせて情報を書き換える力を持っているからなんです。ではもしこの逆さメガネのように私たちの時間の概念をひっくり返したらどうでしょう。時間が過去、現在、未来と一直線に流れているのではなく、今という瞬間を飛び移っていると捉えられたなら、時間に縛られずもっと自由な感覚で生きていけるような気がしませんか。さらにこの実験で興味深いのは、メガネを外した後もしばらくの間は逆さに見えるということ。一度時間や世界の捉え方が変われば、その新しい世界観は簡単には元に戻らないということです。そう考えると、私たちの意識次第で世界は変わるという無限の可能性を感じませんか。実はパラレルシフトに欠かせないもう一つの重要な事実があります。それはこの世界は仮想現実に過ぎないということ。量子物理学では、人間が観測するまで物理現象は確定せず多様な形で存在するとされています。これは私たちが認識することによって現実が形作られているということ。現実というのはそれぞれの人の脳内で作られた仮想世界に過ぎないのです。そして認識が世界を作り出しているなら、どんな世界も私たちの意識次第で作り出せるのです。例えば壮大な夢を持ちながら、頭の片隅でこれは空想だ、ありえないと思っていたら、その世界はいつまでも空想のままです。しかしその夢が叶ったパラレルが存在すると認識していれば、その世界は本当に作り出され、そこに続く世界線も同時に生まれるのです。この真理を理解できれば、視点の大転換が起こります。その転換こそがあなたのパラレルシフトを大きく後押ししてくれるのです。よし、新しい世界線で生きていこう、そう思った方、準備はいいですか。これからパラレルシフトをする具体的な方法を見ていきましょう。
2、パラレルシフトを成功させる方法。さて、ここからはひほこさんが実際に体験した驚くべきエピソードをもとに、パラレルシフトをする秘訣を見ていきましょう。大きくまとめると、パラレルシフトの鍵は直感と思い切り、そして今この瞬間に集中することにあるようです。これが毎瞬ごとに新しい世界を選び取るために非常に重要な要素なのです。先ほどパラレルシフトは飛び石のようなものだとお伝えしましたが、覚えていますか？ひほこさんによると、直感がここだと感じた瞬間がチャンス。たとえその飛び石が少し遠くに見えても心配はいりません。大事なのは目の前の一瞬に全力でフォーカスし、その一飛びに思い切り集中することです。ひほこさん自身もこの考え方を実践し、驚くような体験を何度もしてきました。その中でも特に印象的なエピソードを一つご紹介します。ある夜の出来事です。突然ひほこさんはドライブに行きたいという衝動に駆られました。普段ならそんなことはないのに、その日はなぜか強くそう思ったのです。そうしてあてもなく運転し、1時間ほど経った頃、偶然ある神社が目に留まりました。みぬりの拝殿が美しいその神社は、ひほこさんの心に強く残りました。その数日後のことです。ある集まりに行くと、そこには偶然見かけた神社のオーナーが参加していました。しかもその神社では神主が退職して後継者を探しているとのことでした。気がつけばひよこさんはこう口にしていました。では私がやります。神職の資格を持っていたわけではありません。それでもその言葉が自然に出てきたのです。しかしその神社は神社長に属していない管理系の神社だったため、資格のないひほこさんでも神主になれました。その後ひほこさんは独学で祝詞や護身事の作法を習得。驚くほどスムーズに必要な知識を吸収でき、神主の役目を果たすことができたのでした。不思議な巡り合わせですよね。このように直感を信じ、思い切って一歩を踏み出すことで、私たちの人生は時に予想もしなかった展開を見せることがあるのです。また同じく重要なのは、あなた自身の選択をこれが最善だと信頼できるかどうかです。結果に左右されることなく、自分の選んだ道を信じて進むこと、このあり方は未来を劇的に変える大きな鍵になります。人間万事塞翁が馬という言葉を聞いたことがありますか？最初は不運に思えることが、後から振り返ると幸運だったと感じることがありますよね。だからこそ、どんな状況でも自分の選択を信じ、一歩ずつ前に進むことがとても大切なのです。ひほこさんは塾を経営していますが、毎年の受験で全員が望む結果を得られるわけではありません。でも最善を尽くしたその経験は、どんな結果であっても彼らにとって大切な財産となっています。どんな現実であっても真摯に向き合えば、必ず学びと恵みが得られる。ひほこさんにそのことを教えてくれたのは、まさに塾生たちの姿でした。人生には逆境もありますが、その中にも貴重な学びやチャンスが隠れています。それが次の飛び石へとつながり、未来を切り開くきっかけになるのです。ひほこさん自身もこの考え方で人生を切り開いてきました。 YouTube での成功もそんな積み重ねの結果でした。実はひほこさんは現在の YouTube チャンネルを開設する5年以上前から、これからは動画授業が主流になると予測して、一人で教育チャンネルを立ち上げていました。はじめは全くの素人、録画や編集にも手間取りました。でも諦めずに地道に動画を作り続け、なんと1000本近い動画を制作したのです。この積み重ねは思わぬ形でパラレルシフトに役立ちました。動画制作を続けたことで、現在のチャンネルを本格的に始める頃には、構成力や編集スキルがすでに磨かれていたのです。
つまり今できる最善を尽くしていれば、いざという時に自分が望むパラレルワールドに飛べる力が自然とついているということ。たとえ結果がまだ見えていなくても、目の前のことに全力で向き合い続ければ、自分にふさわしい未来へ必ず進むことができるのです。どんな願望でも実現を実感できるようになるまでには時間がかかります。その過程では一時的な結果に一喜一憂せず、短絡的に失敗と決めつけないことが大切なのです。望む未来にたどり着くまでには無数のパターンがあり、必ずしも順調な道のりばかりではありません。目標を達成するためには失敗や停滞がつきものです。それなのに、うまくいかなかったからといって諦めたら終わりなのです。だからこそひほこさんはこう語ります。結果にとらわれず、どんな時も自分はいい方向に進んでいると信じて進むことが大事です。ピンチはチャンスとも言います。今がどんな状況であっても、後から振り返ればそれが次のステップだったと気づく日が必ず来るのです。だから結果にはこだわりすぎず、今に集中する感覚を持った方が軽やかにシフトしていけるのです。またパラレルシフトをうまく行うためには、自分がどんな未来を生きたいのか、ビジョンを明確にすることが不可欠です。引き寄せの法則でもビジョンの重要性はよく語られますが、パラレルシフトではその役割が少し異なります。理想の未来を思い描くことで、今の自分が次にどの飛び石を選ぶべきかが自然とわかるようになるのです。これは登山に似ています。麓にいる時には頂上までの道筋が見えにくいですよね。でも頂上に立ってみると、どうやって登ってきたか、そのルートがはっきりと見渡せます。理想の未来という頂上を設定することで、その道筋が見えてくるのです。ひほこさんによると、このビジョンは壮大でなくてもいいそうです。例えば家族と仲良く暮らす、収入を増やす、信頼される存在になるなど、シンプルで身近な目標でも大丈夫です。まずは自分にとって理想的な未来を少しずつイメージしてみましょう。そのビジョンを持つことで、今のあなたと理想の未来をつなぐ飛び石が必ず見えてきます。そしてそのビジョンがリアルに感じられるほど、未来に向かって進む力も強くなります。ただし無数のパラレルワールドが存在していても、今あなたが選べるのは一つの世界だけ。次に飛び移れるのも一つの世界です。それはポジティブな未来かもしれないし、ネガティブな未来かもしれません。例えば選んだ転職先がブラック企業だったり、善意でかけた言葉が相手を怒らせたり、そんなことだってあるかもしれません。でもどんな現実が訪れても、これは自分の選択だと捉えること、そしてこの現実が自分の望む未来にどんな意味を持つのかを考えてみる、それが大切なのです。人は誰でも思い癖を持っています。これは出来事に対して無意識に反応する判断基準のようなもの。特に多くの人はネガティブな方向に物事を捉えがちです。本来どんな未来でも選べるはずなのに、希望する未来にシフトできずに悩む人は少なくないのです。ではそうならないためにはどうすればいいのか。それは良いことも悪いことも、全てが自分のビジョンに向かうためのプロセスだと捉えることです。もし失望するような現実が訪れたら、それは自分を成長させるチャンスなのです。なぜこの現実に来たのか、次に進むためになぜこの現実が必要なのかを考えてみましょう。もちろん人生には誰もが目標が見つからずに焦ったり、目標を見失ってしまう時期があります。さらに予期せぬ出来事や計画通りに進まないことも起こり、これまで見えていた道が突然見えなくなることさえあります。でもそんな時でも、必ず目の前に今できることが残っているはずです。今自分に見えている範囲に集中することで確実に前進できるのです。そのような状態のパラレルシフトを、ひほこさんは暗い道をサーチライトで照らして進んでいくようなものだと表現します。
遠くは見えなくても目の前をしっかりと照らせば確実に前進できるのです。そしてこのサーチライトとセットで必要なのが羅針盤、それがビジョンです。どの方向に進みたいのか、どんな自分になりたいのか、そのビジョンを持っていることが重要です。完璧に明確でなくても構いません。ふわっとしたイメージでも自分の中に羅針盤を持っていれば進むべき道が自然と見えてくるのです。たとえ将来が不透明に感じる時でも、サーチライトと羅針盤さえあればパラレルシフトはスムーズに進んでいくのです。だから次の飛び石を飛ぶ時、最高の選択をしなければ、大きく飛ばなければと気負う必要はないとひほこさんは語ります。重要なのはどの石を選ぶかよりも毎瞬能動的に飛び続ける姿勢です。だからこそ自分が幸せだと感じること、心地よいと思うこと、周りの人も幸せにできることを直感に従って日々選びながら進んでいきましょう。飛び続けることで次第に見えてくる景色があります。その景色を楽しみながら少しずつ前進していくことが人生を豊かにするための秘訣なのです。ここまでご覧いただきいかがでしたか？もしかしたら今このタイミングでこの動画に出会ったのも何か意味があるのかもしれません。というのもパラレルシフトの考え方がこれからの時代はますます重要になっていくからです。ひほこさんはこれから私たちが大きな変化の時代に突入すると予測しています。その一つが AI の進化です。未来学者レイ・カーツワイルによると、 AI が人間の知能を超えるのは2045年だと言われています。すでに私たちは日常の様々な場面で AI が用いられていることに気づいているはず。その結果、多くの仕事が不要となり、私たちのアイデンティティが揺らぐ時代がやってくるかもしれません。自分は何のために生きるのか、この根本的な問いを突きつけられる時代が近づいているのです。また時代が動き始めている傾向として、ひほこさんはマンデラエフェクトの増加を挙げています。これはなぜか不特定多数の人が事実とは異なった記憶を持っている現象を指します。その名前の由来は南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領に関する記憶です。マンデラ氏は政治犯として27年も投獄されましたが、1990年に解放されて大統領を務め、その後亡くなりました。ところが少なくない人たちが彼が1980年代に獄中で亡くなったと記憶しているのです。他にも次のようなマンデラエフェクトが報告されています。東京都大田区を点のある大田区と記憶している人がいる。47都道府県を48都道府県と記憶している人がいる。世界地図のオーストラリアの位置がもっと右側だったと記憶している人がいる。単なる勘違いだと思う人もいるかもしれません。ですがひほこさんはこれが私たちの現実に近いパラレルワールドが存在する証拠なのではないかと考察しています。つまり私たちの現実世界に近似したパラレルがあり、それを何かの拍子に垣間見た人が一定多数いるのではないか。もっと言えば本人が気づいていないだけで、彼らは異なるパラレル感を移動しているのではないかということです。今このマンデラエフェクトが以前より頻繁に起きているようです。その一因は情報化社会の進歩です。こうして人々がハイスピードで情報を共有するようになると、お互いの意識が影響し合います。すると一人一人の意識できる範囲が拡大し、その結果今生きているパラレルとは異なる世界への接触や移行が増えたり、パラレルシフトを自覚する人が増えたりしていると考えられるのです。こうした変化の激しい時代を踏まえて、ひほこさんはこう言います。これからの時代は他人任せではなく、自分自身で選択し軌道修正しながら生きていく必要があると。今のまま現状に気づかないふりをして受動的に生きるのではなく、主体的に望む未来を選び取る生き方、それがパラレルシフトの本質なのです。どんな未来を選ぶかはあなた自身が決めることです。
逆に言えばどんな世界線もあなた次第で選び放題だということ。そしてひほこさんはこうも述べています。新しい生き方へとシフトするために、まずはこれまで自分自身を過小評価していたことに気づいてほしいのです。皆さんも自分自身のことを過小評価していませんか？自分はちっぽけな存在で、現実はコントロールできない苦しくて辛いものとして目の前に立ちはだかっていませんか？でも本当は違います。私たちには無限の可能性があります。そしてその可能性を生かして、いつでも望む世界へと飛び移ることができるのです。本書には動画で取り上げた以外にも、パラレルシフトにまつわる不思議な体験談や、ひほこさんによる未来予測など、まだまだ面白いお話がたくさん詰まっています。とても面白い一冊なので、ぜひ本の方も手に取ってみてください。それでは以上となります。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。また最新の本の情報は、私ことぞらの X やインスタでも発信しているので、フォローいただけると嬉しいです。皆さん今日も素敵な一日を。愛を込めて、ことぞらより。